雨宮さん、ロケット打ち上げまで待機でお願いします。オーケー。あとご家族の方が差し入れだよエレナ。通訳は頭使うよ。糖分補給。パパ、みんなカルロスが行くって聞かなくて。マドカ、どうしてここへ。近くで見てみたかったから。順調かね、打ち上げの準備は。はい、私たち宇宙開発特別捜査局にお任せください。そろそろ会見の準備が。総理。ああ、今行く。やっと光の夢が叶うのですね。宇宙にまた行くという夢が。よく休めましたか。バッチリ。久しぶりにララやみんなの夢を見てさ、プリキュアになってフワもいて、いい夢だった。